ロッテジャイアンツは、クボリーグに所属する大韓民国のプロ野球チームである。ホームタウンは、不山広域市で、本拠地は、同市内の社食野球場。クボリーグ創設メンバー6球団の一つ。日本や韓国の有力な企業グループロッテグループの参加。ロッテグループは日本でもプロ野球チームを持つ。2019年シーズン終了時点で、 サムスンライオンズと共に、1982年の、韓国野球委員会発足時から、名称変更を行っていないチームである。韓国野球委員会発足当時から存続する後、球団の中で唯一、レギュラーシーズン1位の経験がなくまた、年間勝率の1位の経験がない。また、現在に至るまでに、リーグ優勝の回数は2回にとどまる。 二度の優勝のうち、一度目の1984年は、全後期通算では4位に相当する成績でありながら、後期優勝チームとして、韓国シリーズで前期優勝のサムスンライオンズに勝利した。二度目の1992年は、レギュラーシーズン3位で、準プレイオフ、プレイオフを勝ち抜いて、韓国シリーズで、レギュラーシーズン1位のビングレイイーグルスに勝利した。 そのような成績ながら、久保リーグの中で、人気、知名度ともに突出しており、韓国全域にファンを抱え、チームの順位が、久保リーグ全体の観客動員数を左右するほどの、人気球団である。本拠地は、球団創設時から、不山広域市に置かれ、1985年までは、西区にある旧徳野球場を使用していたが、1986年からは、 東来区の社食野球場を使用している。2010年まで、不山広域市の近隣である、京昌南、道昌原市の馬山総合運動場野球場を、準本拠地として、年間何試合か主催試合を行っていたが、同球場を本拠地とする NC ダイノスの創設により、行わなくなった。また、2014年より、 同じく近隣のウルサン広域市南区に開場したウルサン文ュ野球場を準本拠地とし時折主催試合を開催している。二軍は2007年より京商南道近海市の上等野球場を使用している。球団事務所は社食野球場内に所在。ロッテグループのオーナーで在日韓国人に施である。 重光武雄は、日本で1969年に、東京オリオンズの経営に参加し、球団名を、ロッテオリオンズと、会称、1971年に経営権を、全面獲得した。その後、将来は、母国、韓国でもプロ野球が発足すると見込んで、1975年、韓国のロッテ聖火の参加で、社会人野球チームを作った。そして、 日本の球団にはつけられなかった憧れのジャイアンツの愛称をこの社会人チームにつけて当時の韓国アマチュア球界で最強の戦力を構築ロッテジャイアンツの名はプロ野球界シーズンでも韓国では確実に認識された1982年韓国プロ野球の発足時ロッテグループも参入を表明したチーム名は アマチュア時代のロッテジャイアンツの名をそのまま維持して、しげみつオーナーの故郷である富山、軽昇南道地域をフランチャイズ保護地域、富山を本拠地とするプロチームに作り替える形で参加した。しかし、アマチュア時代にかき集めた高選手たちは、プロリーグ発足時に定められた地元高校出身の選手に対する保有権の原則によって手放さざるを得なくなり、富山、 圭章南道地域の出身選手だけでチームが構成された。さらに追い打ちをかけるように、普山出身の豪腕エース蔡東原の入団が1982年秋にソウルで開かれた世界野球選手権大会参加のため1年間見送られ、プロリーグ発足前からチームの戦力は弱体化していた。結局1982年は、 シーズン5位で終了。翌年の1983年は、蔡東原が正式加入したものの、早くも球団史上初再開を記録した。1984年の前期まではかよ、抜け出せなかったが、後期は、エースの蔡東原の力投をバックに優勝を達成し、韓国シリーズの出場権を獲得。後期の総合成績では4位だったが、 韓国シリーズでは一人で4勝を挙げる、蔡東原の超人的な活躍で、巨大戦力を要する強豪のサムスン・ライオンズを下して初優勝を飾った。1985年は6チーム中2位だったが、この年前後期優勝を果たしたサムスンに大差をつけられた。1986年は7チーム中5位と、やや低迷したが、 1987年と1988年は7チーム中3くらいと上位には残った。1980年代はエースの蔡東原に対する依存度が高すぎ、棚毛を強いられた彼のコンディションによってチーム成績が不審を繰り返すようになっていった。また当時は恒例行事のように繰り返された年俸闘争にかまけてシーズンオフのトレーニングに身が入らず、 蔡東原の力量も若くして衰えを見せ始めた。さらに追い打ちをかけたのが蔡の主導によって展開された選手会結成の動きであった。選手会は球団側のプロ野球廃業の脅しに屈して頓挫させられる形で収集されたものの、ロッテ球団は選手たちに対する報復措置としてエースの蔡東原と中心打者の金洋鉄を放出し、 サムスン・ライオンズから、当主の金はじめ新と、超高思想を受ける大型トレードに乗り出した。このトレードを拒否した、蔡東原は、半年間を三世からの任意脱退の身分で送り、またトレードに巻き込まれた、他の当事者たちもショックからかのきなみ不審に陥った。全校規制が廃止され一シーズン制となった1989年は、序盤から低迷し、 ついに球団史上二度目の再開で1980年代を終えた。1990年、賛美スーパースターズの監督を歴任した、金振り栄を監督に迎え、また、スーパールーキーと言われた、僕あずまひろしの入団で巻き返しを図った。しかし、成績は6位に終わり、一年も満たせず、金振り栄を、シーズン途中解任、とやきらが、 シーズン終了まで指揮を取った。韓国プロ野球が本格的に8球団制となった1991年、1984年の優勝監督である京平ルを再び監督に起用した。京平ルは思い切った世代交代に乗り出し、停滞ムードを刷新。復帰初年度にチームをレギュラーシーズン4位に引き上げ、1984年、 以来8年ぶりにポストシーズンへ出場し、韓国プロ野球史上初の観客100万人動員の立役者になった。翌年の1992年は、新人の連勝席の大活躍で順位を、レギュラーシーズン3位と前年より順位を上げ、2年連続ポストシーズン出場を果たした。ポストシーズンでは、全評判を覆して、競合のヘテタイガースとビングレイーグルスを連覇。 準プレイオフから早がって韓国シリーズを制覇する最初のチームになると同時に2度目の優勝を飾った。また2年連続でシーズン観客100万人を超える快挙も達成した。しかし戦力に合わない優勝は選手たちの満身を誘い、1992年シーズン終了後多くの選手が年俸闘争に突入。契約公開に気が向いた分、 チームの戦力の低下を招き、もともと、レギュラーシーズン3位が妥当だった戦力から滑り落ちた、チームは1993年6位に交代した。シーズン終了後、京平通る監督を解任した球団は、球団 OB で1980年代の中心打者であった、金曜博を監督に招いたが、1994年シーズンは2年連続6位に終わった。 1995年、チームは立ち直り、レギュラーシーズン3位に返り咲いた。シーズン終了まで、熾烈な争いを通じて4位のヘテタイガースを3.5ゲーム差で、突き放し、準プレイオフを消滅させ、プレイオフ直行を決めた。プレイオフでは、上位チームの LG ツインズを4勝2敗で下し、韓国シリーズに進出したが、今度は、第5戦で先に大手をかけながら、 第7戦まで行く、接戦の末に OB ベアーズに敗れ、準優勝に終わった。1996年は、故障者続出で5位に止まる。金曜広氏は、選手の自立性を重視して、一切のトレーニングを選手に任せる方針をとって、いたが、時間が経つにつれ、この法人主義が選手たちの怠惰を招き、ついに1997年シーズンは1989年。 以来、8年ぶりの再開に転落。1998年も不振が続き、2年連続再開の屈辱を味わった。しかしマジックリーグ、ドリームリーグの8球団2リーグ制に変更となった1999年は、故障であえだ、投手陣の副長と外国人選手のフェリックス・ホセの活躍が打線の連鎖反応を起こし、シーズン序盤から飛び出した。 夏場まで、ドリームリーグの1位の座を守っていたが、シーズン終盤、猛追を見せたトサンベアーズに、リーグ首位の座を明け渡し、2位でシーズンを終了した。だが、プレイオフで1勝3敗の劣勢を覆して、サムスン・ライオンズを下す、大逆転劇を演出、4年ぶり、韓国シリーズ出場を決めた。シーズン終盤の順位争いに白熱した、プレーオフで疲れ切ったチームは、 韓国シリーズでハンファイーグルスに1勝4敗で敗れ、また準優勝に終わった。この年はレギュラーシーズンで2位とチーム史上最高の成績を記録した。2000年、成績は前年より落ちたものの、比較的に弱いチームが集まったマジックリーグに所属が変わったおかげでなんとかリーグ2位の座は保つことはできた。マジックリーグ2位の座は守ったが、 ドリームリーグ3位のサムスン・ライオンズに年間勝率で、おとり、両チームが、準プレイオフをするはめになった。結局、準プレイオフでサムスンに敗退。これを最後に、2008年まで、ポストシーズンに姿を現すことはなく、長い暗黒時代が到来した。再び一リーグ制に戻った2001年、チームは、早くから最下位に低迷。 チームを2年連続ポストシーズンに導いた、金明星監督が成績低下から来るストレスによる心筋梗塞でシーズン途中休戦する事態が起こってしまい、ヘッドコーチのウリュウトクが監督代行を務めたが、チームは再開を免れなかった。2002年は監督代行のウリュウトクを正式監督に昇格させたが、チームの統率が取れず、 勝率2割台の惨憺な成績で、シーズンの半分も消化していない62試合目で、同監督を解任。日本時代から、ロッテ球団と縁があった、白に隆を監督に迎えたが、精神力を強調する、白に隆の方針は選手たちの反発を招き、2002年は、シーズン100敗寸前の97敗を記録するほど、情けない戦いぶりを見せた。 翌シーズンも状況は変わらず、91敗で2年連続90敗で3年、連続再開結局、2001年から2004年まで4年間で、シーズン途中監督交代4度、代行を含め6人の監督を座らせる瞑想で4年、連続再開一時は、年間120万人も集まった、本拠地不山のファンにも、そっぽを向かれ、 一試合あたりの観客動員が2000人台を切るまでに調落し、観客動員は前世紀の10分の1にまで縮んでいった。このような事態に直面したチームは、生前な理論家で知られていた、球団 OB の要償に2004年から指揮を取らせた。2004年も再位を脱出できなかったが、2005年は再位を脱出して5位に浮上。チームは夏場まで、 ポストシーズン争いをするほど健闘を見せ、チームから離れていったファンも戻り始めた。ところが、この年の健闘ぶりについ色気を出した球団は、その年限りで、同監督との契約を打ち切った。その後、2006年は、周辺の厳しい見込みにもかかわらず、チームを二度の韓国シリーズ優勝に導いた今日、ヘイトール監督を復帰させて、上位進出を図ったが、 結果は7位に終わった。2007年は、序盤の前線で、本拠地不山をはじめ、全国的な野球人気復活の先導役になったが、中盤以降に失速し、前年と同じ7位に低迷した。結局、チーム史上唯一の優勝監督だった京平通る、監督の3度目の再敗は2年で幕を下ろした。2008年からは、大リーグのミルウォーキーブルワーズで、 監督経験のあるジェリー・ロイスターが、韓国プロ野球史上初の外国人の、正式監督として、新監督に就任し、レギュラーシーズンを3位で終え、8年ぶりに、悲願のポストシーズンに進出した。準プレイオフ開幕直前では、前年より、チーム力が落ちていると言われた、公式戦4位のサムスン・ライオンズより優位の全、評判だった。しかし、12年連続で、 ポストシーズン出場の貫禄を誇るサムスンライオンズに力を出せず3連敗で完敗特に自信を持っていた先発陣が総崩れした上、得点圏での石膏が目についた。2009年はレギュラーシーズン4位で2年連続ポストシーズン進出に成功し、準プレイオフに出場したがトサンベアーズに敗れた。 2010年は2年連続レギュラーシーズン4位で、球団史上初となる3年、連続ポストシーズン進出を決めたが、トサンベアーズに第1、2戦と連勝したものの、第3戦、以降3連敗し3年連続準プレイオフ敗退となった。またこの年限りで、ロイスター監督も退任し、両ショートラ監督が就任した。 2011年は8球団1リーグ制となった1991年以降、最高となるレギュラーシーズン2位の成績を収め、ポストシーズン連続出場を4年連続に伸ばし、12年ぶりにプレイオフへ進出した。2勝3敗で SKY バーンズに敗れ、4年連続でポストシーズンの次のステージに進めなかった。同年オフには、主砲のリオハルが FA となり、 日本プロ野球、オリックスへと移籍していった。2012年は、レギュラーシーズン4位で、トサンベアーズとの準プレイオフを勝ち抜き、ようやく、ポストシーズンで次のステージに進むことができたが、次のプレイオフで2年連続 SKY バーンズに、敗れた。プレイオフ敗退から1週間後の10月30日に、ハリ・ショートラ監督が辞任し、翌11月には、 金はじめシンが監督に就任した。韓国シリーズに出場できなかったが、本拠地の社職野球場で、シーズン終了後に開催されるアジアシリーズには、地元ワークにて参加。ケントソ主席コーチが監督代行として指揮を取ったが、グループリーグで敗退した。韓国プロ野球が、本格的に旧球団制へ拡大した2013年は5位で、2007年。 以来6年ぶりにポストシーズン進出に失敗した。総観客動員数も約77万人と2012年比で44%も減少してしまった。2014年は7位で、金はじめま監督も辞任した。2014年10月、立久雲監督が就任した。プロ野球が19男性へ拡大した2015年は8位、低迷から抜け出すことはなかった。 同年限りで、立正雲監督は解任され、2015年10月、長原優監督が就任した。2016年は2年連続8位で4年、連続ポストシーズン進出に失敗した。2017年は、レギュラーシーズン3位で5年ぶりにポストシーズンへ進出したが、準プレイオフで、NC 大ノスに敗れた。2018年は7位で、 ポストシーズン進出に失敗し、長原優監督は更迭され、洋昇が2005年以来13年ぶりに監督に再任された。2019年シーズンは途中から再開に低迷し、7月19日、洋昇監督が辞任し、厚生筆主席コーチが監督代行に就任するも、19男性以降では初、15年ぶりの再開となった。 2019年10月、巨富海監督が就任した。2020年は7位だった。2021年5月11日、当時再開に低迷していたため元文海監督が、解任され、球団史上2人目となる外国人監督の、ラリー・サットンが二軍監督から昇格し、監督に就任した。2021年は8位で、4年。 連続ポストシーズン進出に失敗した。社職野球場の熱狂的なファン2000年以降長い、相場、球団は低迷したが、ファンのポストシーズンへの願望は衰えることなく、ファンの間では、秋にも野球をしようというのが非公式的なチームのスローガンとして定着し、優勝は、ともかく、4位さえすれば毎試合社職球場を満員に、させてやるとまで豪語してきた。 そして2008年以降2011年まで4年連続ポストシーズンに進出しそういったキャッチフレーズは現実のものになっていたチームが好調だった1990年代前半は韓国プロ野球では初めて年間観客動員100万人突破を達成し2008年もチームは公式戦3位に終わったが一チームとしては韓国プロ野球史上最多の 年間観客動員数である137万9735人を記録した。2009年も終盤まで激しい4位争いをしたことや、全国的なプロ野球人気の高まりと主催試合数の増加により、前年の記録を更新する138万18人の年間観客動員数を達成した。しかし、低迷期には球団側が、 チーム復活の手応えを見せなかったため、本拠地不山のファンは、神はなぜ不山に、最高のファンと最悪のチームを同時にもたらしたのか、と、インターネット掲示板などで嘆くのもよく見られた。ファンの声援の厚さは韓国で随一と言われている。本拠地の社食球場を訪れるファンは、他球場では見られない、周辺でよく手に入れられる。 日常用品を用いた独特な応援でも有名である。例えば、ナイターの試合で、ライターに火をつけながら点滅効果を見せる、ライター応援、新聞紙を細かく裂いて、ポンポンを作ってフらす、新聞紙応援、試合終盤にゴミ回収用に観客に配られる、オレンジ色のビニルバッグを膨らませてフらす、ビニルバッグ応援などがある。これらの応援は、 誰が始めたのは確かではないが、今は本拠地社食球場の名物として定着していて、一部の応援は他球団のファンも真似たりする。また、2万を超える監修が球場を囲んで、全方位からホームチームへの一方的な声援を送る球場は、社食球場しかないため、ビジターチームの選手は相当なプレッシャーを感じているという。ちなみに、 同じ2万人以上需要のソウルの産出球場や、二川の文革球場は、他地域出身者が少なくない土地柄の影響で、ビジターチームの応援団の数も相当存在する。たまに、この熱烈な応援がどうこして、観客が、グラウンドに乱入して試合進行に支障をきたすことも、ある。年1回のプロ野球オールスター戦も、ロッテの選手が最も選ばれやすく、 2012年のオールスター戦はロッテが属するイースタンリーグの指名打者を含めたファン投票選出選手10名全員がロッテの選手となった。しかし2013年相次ぐスター選手の流出や5位に終わったチームの成績不振もあり年間観客動員数は77万681人と最盛期だった4年前の約55%にまで減少した。 2014年は前年より増加したが、それでも83万820人にとどまった。2015年は主催試合数が前年の64試合から72試合に増加したが、成績不振で80万962人と減少した。2016年は85万2639人に増加し、 2017年は5年ぶりにポストシーズンへ進出したことで1038,492人と100万人台を回復した。2018年は7位に低迷したことで90万1,634人と減少した。ファンの間では、韓国歌謡のフザ山公へ帰れとフザン山ルメギがコンバットマーチとして定着しており、試合前などによく歌われている。 日本の千葉ロッテマリーンズとは同じ重厚オーナーの下にあるため姉妹球団として社会人球団時代から緊密な関係を持っている。2000年代序盤までは日本と同じデザインのユニフォームを着用していて日本側がユニフォームの変更に乗り出すとその2、3年後に韓国もそのユニフォームデザインを受け入れていた。この名残で 独自のデザインのユニフォームを着用している今も、ペットマークは日本のロゴとマスコット、マー君のユニフォームキャップなどを韓国向けに変更したものを起用している。韓国のマスコットは日本のマー君、リーンちゃん、ズーちゃんに相当するものがそれぞれ塗りあらピニと命名されている。ロッテオリオンズのユニフォームと類似したオールドユニフォームがある。このデザインは 社会人球団時代から始まって、プロとして発足した1982年から1995年にかけて着用したもので、ロッテのロゴもオリオンズと同じであった。帽子のマークは、ロッテの L とジャイアンツの G の組み合わせだが、これもオリオンズのものに類似している。2019年時点で、このオールドユニフォームを着用して試合に出場することがあり、 ファンたちの間でもよく着用されている。また、定期的に、チバロッテ側と、選手やスタッフの交流を行っており、ロッテジャイアンツの選手が、チバロッテのキャンプや練習に参加することもある。ちなみにチバロッテと、ロッテジャイアンツの間で、直接、FA 移籍した選手は2019年時点まで誰も、いない。古くは、社会人球団時代から、ロッテオリオンズを通じて、 日本のプロ野球と緊密な関係を持っていた。ロッテオリオンズのコーチを歴任した土井章介は社会人球団時代からコーチングスタッフとして貢献して1990年は監督代行でありながら韓国プロ野球で史上初めてチームの指揮を取った外国人コーチングスタッフとして記録されている。時折日本人指導者も在籍している。 2003年には、石井武弘が、投手コーチ。2006年は、柳田正人が、作戦コーチ。2012年は勝ち。佐紀昴生が、コンディショニングコーチ。2014年から2015年まで、元西敦弘が一軍作戦走塁コーチ、二軍打撃コーチとして在籍していた。2016年には、日本の漫画、ドラえもんとのコラボ企画として、 ドラえもんの絵が入った限定ユニフォームでプレーする試合を設定している。前任監督の辞任や解任の後空席の状況で就任した監督代行まで含む。ありがとうございます。